ビクション、はい、登録者数5000人突破しました。おめでとうございます。ついにやりましたね。5000人を突破、すごい。はい、すごいですね。すでにもう5100人らしいですよ。行きましたね。そして1万人に、はい、1万人に増やしました。どしどし全国からいらしてください。お待ちしてます。よろしくお願いします。ですね、前回の放送で、自分中山恵子さんと、インフォメーションした、パフォーマンスの映像の方なんですけど、中山明子さんでした。すいません。いいですか。はい、ですね、はいはい、オープンしてまだ、今5日目、うん、で、まあ、とりあえずワークショップやりましたね、うん、もう3回やりましたね。大きい壁を描くための、体の使い方、これですね、腕の使い方、これですね、はい、まっすぐ下ろしてください、肘から。あとこういう肘のこうやつですね。そうですね。はい、そういうことです。お願いします。いやいや、ですね、はい、本日、何日だったか、9月の、5日です。5日ですけども、ライブペイントドッペルが、やりましたね。はい、一回させてもらいまして、もうなんか映像編集入って、もしかしたらこれと同じぐらいの時に上がってると思うんで、はい、多分その YouTube の方でその作りも、うん、ビクション大魔王でしたっけ、作ったの。ビクション大、あ、ハクション大魔王です。すいません、お願いします。はい、ですね、それからビクション、今後の予告なんですけども、ですね、明日、9月6日、急遽神田沙織さんが、ライブペイントパフォーマンスで参加してくれることになりました。はい、ありがとうございます。どんなことになるのか、ちょっと楽しみですね。楽しみですね。彼女はすごいなんか踊って、その時の音楽に合わせてなんかライブペイントというか、うん、表現してくるってアーティストですよね。そうですね、割とね、音楽より舞台よりな、ライブペイントパフォーマンスです。楽しみですね。それから9月7日日曜日ですけども、キッズワークショップが1時から4時までありますね。あります。9月7日過去金曜日って書いてたっぽくて、今日来ちゃった人もいるんですけど、実は、はい、日曜日です。すみませんでした。そういうこと多いですけども、はい、ざっくりしてます。9月7日、日曜日ですね、はい、1時から2時まで、子供のいらっしゃるアート好きな奥様、お待ちしてます。お待ちしてます。お願いします。それからキッズワークショップの後に武学さん、あ、また来ていただけて、はい、ですね、これは9月7日、昼の3時半から30分間の公演と、それから5時半から30分間、なんかバキバキとちょっとコラボるみたいな、なんかそういう噂がちらほら、はい、ありますけども、どうでしょうね、楽しみです。時間があるのかっていう、楽しみですね。はい、ちょっと刀に気をつけてください皆さん。ちょっとね、今日小綺麗な格好してるの、あ、わけが小綺麗だな、珍しく帽子もかぶってないのも、実はこれからのファッションショーの撮影があるんですよ。あ、そういうことですか。そういうのも あるんですけど、ファッションショーとかぜひやっていただきたいんで、こちらで、うん、興味ある方は本当、ビクションの方にメール送っていただければ、うん、なんか撮影とか、撮影とかぜひぜひ、はい、お願いしたいです。15日以降ですね、15日以降、はい、新しいクリエイティビティを受ける、期間を設けております。ビクション、今後ともチェックを外さないでください。お願いします。よろしくお願いします。ではでは、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあねー。